どうも大人したいくんです。今週はデアゴスティーニョ週刊 NSX をどんどんやっていく週で追いつくぞ。1ヶ月遅れだったからね。さあ定期購読で来たこやつをどんどんやっていくよ。なんせ5冊いっぺんに来られたからね、困ったもんだ。ということでデアゴスティーニー週刊 NSX13 号急いで作って追いつけをやってみよう。レッツビルディン。はい、じゃあとりあえず見てこペロン。スポーツハイブリッド SHAWD の後編ということでね、 SHAWD とは何ぞやみたいなことを話してますね。まあ、とにかく前2つのモーターの回転数を変えることでコーナーリングがスムーズにいくよってやつで、もう本当にモーターを駆使してますよ。モーターユニットこんな感じなのか。まあこれからはもうほぼモーターになってしまう時代なんだよね。ハイパワーでかつ曲がりがすごいっていう触れ込みなんだけど、実際はどうなんだろうね。知らない。しかしこれは本当にハイスペックだな。まあハイテクノロジーでもありハイスペックだね。はい、ペローン。おっと、急に軽トラになったぞ。 T360 1963年だから一番古いんじゃない、これ。ホンダで一番古い、今まででホンダ初の市販四輪自動車だって。軽トラだったんだね。T360 が一番最初ってことを覚えとこう。こいつが一番最初だ。ホンダの輝くべき一番最初。シャーシをラダーフレームを採用し、エンジンをシートの下に置いたみたいな感じが新しいっていうか、ラダーフレームって未だに聞くもんね。 T360 の最も特徴的なとこは75度横に向けられて搭載されたエンジンだ。どんなになってんだろうね。排気量は 354cc、なんと直列4気筒2バルブ DOHC だったのだ。なんかすごいことなのかな。しかもシリンダースリーブ以外はオールアルミってことは、もうこの当時だったら考えられない技術だったの。この当時は20馬力あればよかったものをなんと30馬力も叩き出してるっていう、すごい優れものだったわけだ。高出力高回転エンジンで最高出力は最高速度100キロを設定されてたって。へえ。その後 TN306 っていうのに変わったんだね。なんかザ・軽トラみたいになったのこの時か。でその後 TNV に変わるってやつだね。なるほどね。この3つの歴史があるってことか。いや、驚くべきはこの車幅1295ってどんだけちっちゃいんだよ。いや、今ほんとこれぐらい欲しいね。トルクはもうね 2.7kgm しかないから、まあ、トラックとしてはちょっと結構致命的にトルクがないな。で重量が610って意外と重い。やっぱ T306 最高にいいな。おしゃれ。えっ、ペロンチョー。エンジンメーターを組み立てる。お、結構なかなかやるじゃん。よし、ロボットよろしく。ウィーンガチャウィーンガチャ。結構、おお、結構伝送系だね。ページ数も多いし、いいんじゃない。はい、じゃあパーツ開けていこう。まあまあ、でもそんな量があるように見えないんだよね。はい、今回こんな感じで細かいね、パーツが非常に。5つあるね。1、2、3、4、5、5種類。はい、そしたらこの LED 用意してください。本当にね、下井くん、こういう線はねよく切っちゃうんだよね。ほぼほぼ切るんだよね。これ1本の LED ですね。長い、すごい長い。で根元を90度に曲げるって書いてる。根元を90度。え、根元を90度に曲げる。じゃあ曲げるよ。一度曲げたら二度と戻さないでくださいって書いてる。じゃあ90度曲げるよ。はい、90度曲げた。もう二度と戻さないでって。戻しません。はい、そしたらこのメーターパネルを取り出して。わ、すごい。え、ナイスプリント。この穴に LED を差し込むんだね。こんな感じだね。ピントが溶けてんな。コードの方にピント割っちゃってんな。はい、差し込んだ。いや、なんかこんな感じね。芯が気になるけど。はい、下がった。はい、そしたらメーターハウジング。はい、メーターハウジング、はい、この向きにしてハウジングに LED を
こうはめるね、この2つの穴にはめる、ちょうど LED がこの切り欠きから出てくる、コードを逃がす切り欠きがあるね、感じ、はい、こんな感じ、こんな感じだね。さあここの2つにネジ止める、で下井くんはいつも手で入れる、手と手、手入れ、入れたら回す、手で入れて回す、まあ、手の方がね、下井くんの入れたら回すのみ、入るっていうことでね、入れてますよ、今は真似しないでね、こっちも、うん、同じく回すのみ、手で入れるからね、いや本当にね、下井くんこのライン線、電線を切るの得意だからね。マジンガー Z ね、アシェットの方で3本切断して注文してますからね。ちゃんと届いたけど。マンズマンズ切れるからね。あーこれ切れそうだなと思ったら切れる。はい、締めて。そういえば、NSX もすでにもう1本。まだ緩いね。ブレーキホース切れて、切れかかってなかったもんね。あれも交換したけど。はい、こんなもんかな。はい、うん、緩くない、ね、あーちょっと緩いかな、もうちょい締めようか、なんかねプラがちゃんと穴開いてない感じはちょっとするんだよね、まあまあほんと鮮度が悪いんだよね、もうやっぱね僕たちガンプラに慣れすぎなんだよ、多分緩いと LED が取れちゃうよねもうすべてのプラモデルはガンプラじゃないって思ってるよね、何回か空気しながら穴開けるように、外国のねものは、はい、オッケー、設計悪いんです、うん、こんな感じだね、うん、バーいいね、ここは光るんだろうな、おそらくな、うん、すごい、はい、そしたらメータースクリーン、ね、傾くように爪に入れる、ね、ここの爪に入れる、ね、爪どの爪、こういう感じになるのかな、あ、入った入った、なんかこう斜めになるように入れるって書いてあるから、こうだと思う、ちょっとなんか反りが逆な気もするけど合ってんだろうね、これね、いいんだよ、指紋ついてない、指紋がはい、指紋ついちゃった、いいんでない、指紋ついてる、はい、で前後のダッシュボードを用意してください、出そう、はい、ダッシュボードの、うん、まあここだよね、絶対ここになると思うんだけど、これとメーター合わせる、絶対その風呂の下って決まってる、こんな感じだね、絶対風呂があるからね、まあ、ネジ穴があるからネジ穴に合わせる感じ、うん、気に合わないな、こんな感じか、はい、ここをネジで止める、うん、はい、止めてください、まあ同じ、今回同じネジしか使わないからね、うん、間違いない、優しいと思いますよ、ここもなんか硬そうで怖いね、うん、プリプリしてる、まあ、皆さん分かったしないけど絶対硬いと思うんだけど、老眼だから、はい、じゃあとりあえず仮止め大丈夫かな、あー硬いな、硬いな、はい、硬いらしいよ、あとはここだね、入れて、プルプルしてんな、プルってる、はい、ここも行く、行った行った行った、行っちゃいっちゃい、行っちゃいなさい、あ、硬い、これはもうドリル方式で行くしかねえな、これね、戻したり、何度も行ったり来たりして、回したり戻したり回したりを繰り返してますね、まあ、正解が分かんないからね、詳しい人がいたら教えてください、さあ、あ、いい感じ、お、いいね、はい、ということで、はい、メーターがつきました、いいね、ちゃんとこう、なんていうの、で、シュタイ君はセンターコンソール、こういうのをね、切っちゃう恐れがあるからまとめとくわ、うん、ちょ、テンションかからないようにね、そう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 、テンションかかると切れちゃうから、ね、根元から切れちゃうから、まずここら辺で一個止めとくわ、まあ、なんか丈夫そうだけどね、今回限り、うん、引っ掛けてね、プチッていかないよ、まあこれぐらいね、こういう風にしとけばここに圧がかかることないから、うん、一応こんな感じで止めておきます、うん、はーい、13号完成したよ、今回も実は早かったよね、うん、この45号の物足りなさといったら、うん、ダッシュボードの工程数の少なさがびっくりするわ、まあ、といってもなんやかんやでき始めてるのは嬉しいね、うん、ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします、NSX の再生リストはここら辺にありますんで、ポチッと押してみてくださいね。おとなしたいくんでした。じゃんねー。